はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の理科の刺しシリーズ第16弾やっていきましょうで問題4問ありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が解説しながら答え書いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますのでお待ちくださいギ よっそーっとちょっと行き過ぎたあれ戻らないあれあ、ごめんなさいね <laughs> ちょっとあのこうボタンがねうまく反応しなかったよしじゃあやっていきましょう久々ですね多分今シーズンは初かな理科の刺種はでまず1番が、えー、と塩酸こいつが主役ですねでこいつを電気分解、まあ、電気をかけて分解していくっていう問題なんですが えまずですね、これ1個落とし穴があって、で今回まあ B ね、陽極から発生している気体の名前とで、陰極と陽極で発生した気体の体積の量が違うと。ちょっと気体の部分塗りましょうか。陰極の方がね、こういっぱい取れるんですよ。陽極これしか取れんのにみたいな。じゃあなんでこの陰極 A の方がいっぱい取れるのかっていう、まあ、そこの書いてくださいっていう問題にしたんですけど、もともとは選択問題だったんですね。 で B の気体の選択肢は2つあって何かっていうと塩素素と酸でですでこれはめちゃくちゃよくハマるこの罠になんでかって塩酸の名前がさ塩と酸なんだよね塩素酸素って感じがするじゃないですかでこれね覚えててほしいのが塩酸って酸素入ってないですからねなんでかって塩酸ちゃんとした名前ちゃんとした名前って言うけどあれだけどあのこれ覚えてください塩酸は塩化水素ですからね こいつ塩化水素ですつまり塩素と水素がくっついてできたものですくっついてねだから化学式で書くと HCl っていう H と Cl がくっついたで1対1でくっついてるんですよだから本当はね本当は発生させたら H1 個 Cl1 個ちょっと書こうか H と Cl が1個ずつだから同じ1対1だからさ同じ量が取れるはずなん本当は なののに陰局こっっちの方がいっぱいぱ取れますそれは何ですかってまあその辺を答えていきたいと。でここでえっと覚えてほしいキーワードがございます。でキーワードは何かっていうとまあこれはね自分が勝手に言ってるだけなんですがえこの「陰水溶酸」っていう言葉を覚えておくと。 かなり便利かと思います。まあ、もう他のね、あの暗記の仕方言ってる方もいるし、まあみんなもね、実際、学校とか塾の先生から違う教え方、覚え方か言われてたら、全然変えなくていいからね。無理に変えなくていいんだけど、この陰水養酸っていう言葉を覚えておくと、結構汎用性が高い。何かっていうと、陰極水素、陽極酸素っていう意味なんです。で、今回はもちろん酸素は使ってないんですけど、水素が使ってますよね。だから水素って陰極なんですよ。 陰水と陽酸の組み合わせだからねこっちいいかだからああそっか陰極今回水素いるなじゃあ陰極が水素なんだってこっちがわかればあじゃあ残った陽極は塩素だよね 他これは他のものをそう電気分解した時もそうで塩素は出てこないけどもあい水素は出てこないんだけども酸素が出てくるよってなってる時は陽酸だから酸素が陽極で固定なんですよ。じゃあ残りの方が陰極だねって使うことができるから是非ね陰水陽酸覚えておいていただけるといいかなと思います。ということでまず B の気体の名前は塩素。 これがまず答えですね。塩素です。じゃあもう一個理由ですね。なんで水素、こっちの方がたくさん取れるのか。なぜ塩素は取れないのか。ここです。で、ここは、まあえっと、水素と塩素の名前書いてもいいし、気体 A、気体 B って書いてもいいと思うんですけど、ちょっとわかりやすいんで A、B で書きますね。えっと、これはもうシンプルで、気体 A、 まあ水素って一応書いておきましょうか。水素ね。水素は水に溶けにくいからです。もうこれが答えです。ちょんちょん。いいでしょうか。理由は気体へ。水素は水に溶けにくいから。逆に言うと塩素は水に溶けやすいんです。水に溶けやすい。 でこの性質はもちろん覚えておいてほしいんですけど、あの、ちょっと応用というか、ちょっと発展を話していくと、発展というかまあ確認にはなるんですが、水素って水に溶けにくいんですね。溶けにくいから、多分みんな中学1年生の時に習ってる内容なんですけど、気体を集めるってやるんですよ。まあそれから二酸化炭素だったり酸素だったり、いろんなね、気体を集めるって実験をやってるんですが、水素は水に溶けにくいから集めるときに、 水上置換法って覚えてますか上方置換、下方置換、水上置換って集め方があるんですけどそれをすることができるんです溶けにくいからね溶けちゃうからこの水に入っちゃうんです塩素の方はだから水上置換は使えません集まんない、集められないそれだと水に溶けにくいって性質を持ってるから水上置換法で水素は集められますと ちなみに塩素を集める方法は、まあ、覚えなくていいけど塩素は下放置換です下にこうやって落とすやつこれは空気より密度が大きいので下に落ちるんですよって集め方もあるんですがいいかな、まあ、ぜひね飲水陽酸とかも塩酸がね塩化水素だよっていういうとこもしっかり押さえといてもらえると思います噛んだ押さえてもらえたらと思いますでいつも板書縦でこういくんですけどちょっとあの表書きたかったんで2番右に行きますね今回ね で2番はシンプルです。申請願はどれか答えなさい。もう答えさっさと書けよって話なんですけどこれはねもう覚え方の部分、まあ、知ってる方もいると思うんですがぜひここから押さえておきたいちょっと長く話しますね。でこれ表です、表でその覚え方があってこれもねいろいろあるんですよね種類がただ自分は、えー、新幹線は借り上げ、まあ、これ借り上げ新幹線とか新幹線は 借り上げても両方ねあったりとか他の覚え方もあったりするんだけどこれプラスで覚えますそれこれプラス新幹線は借り上げ黒感ってとこも、えー、つけてしい <laughs> まあこれは別にあの周り言わんでもいいよ多分新幹線は借り上げは結構通るんだけど黒感つけるとそれ何ってなっちゃうからね、まあ、よかったら覚えてハイチはそう言ってたっていうでこれはその表にそのまま当てはめます もちろんここの表の中の岩の選択肢というかその名前を覚えなければ当てはめることはできないのでこれだけ覚えてもっていうところあるんですけど結局ここの名前を覚えた時にどれだっけっていうのが分かんなくなるんですねでそれを覚えるきっかけにはなるのでぜひ新幹線は刈り上げ黒感を覚えてください今説明しますまず上から行きます芯ですね芯これは新生岩の芯です深いっていう感じの新生岩ねこれで新生岩芯 で幹線次「か」ですね「か」は花こう岩ですで「う」はおまけねなしですで「せん、まあ」は教科書ひらがなんでちょっと「せん」はひらがでいきますね「線緑岩」「新幹線」「はだね「はで,で「は」なんでこれは「半例岩」と言います半例岩これで「新幹線」「はの部分上の部分が終わりましたちょっと色を変えましょうかね 次カリアゲですここがあ間っちょっと火山岩です火山岩の「か」で「り」が流れるもんだね流門岩で新幹線は「かりあ」だから次「あん」「あんざん岩」ですねで「かりあげ」ゲだね「げ」だから最後は「 玄武眼ですっていう覚え方があるんですよでなんで「黒かがついてるかっていうとこの新幹線は刈り上げの「下」の部分に自分は黒と「かん」はね「観覧石の」これ石の石なんよちょっとねちょっとあのややこしくなるかもしれないけど一応ねセットで「新幹線は刈り上げ黒かっていうね。っていうのを覚えやすい。 ものになってますのでぜひちょっとまずこれをね覚えてほしいといいかなで、でですよだから今回に関しては神聖眼どれかって聞かれてるじゃん神聖眼は上で横で見ます横つまり下降岩、戦力眼、反霊眼が神聖眼に入るんですけどそのうち下降岩っていう選択肢があるので答えとしては答えとしてはここでわかるかないだねいい見えるよね,誰だねこれが正解になります だからもう分かってるよって方はもうちょっと先飛ばしちゃっていいよ3枚いっちゃってそうちょっと喋るここに関してはでなんで黒感ついてるかっていうとまず神生缶が上の3つですと火山岩が下の3つですっていう、まあ、グループ分け名前分けはできるわけだから火山岩探しなさいとか言われた時もすぐ分かるわけこれでねでもう一個火星岩っていうものも出てくるんよで火星岩何かっていうと火星岩は この新生岩と火山岩が、まあ、一応ね神聖岩グループのボスなわけこいつは新生岩グループのボスでメンバーとして火工戦力判例がいるんだけど新生岩と火山岩を組み合わせたものだから火山岩の火と新生岩の生をとってこいつらのボスとしてあ火生岩って言います大元がね名前としてあるんだけどでこれ色が結構出てきます グループ新生がんグループは誰ですかっていう問題だったんだけど色も聞かれてこの俺玄武がが一番好きなんですよこの中でただ俺が好きなわけなんだけど玄武って黒いんよただ画像あの著作権出せないからみんな調べてほしいんだけど黒いんねだから玄武がが黒っていうことでその黒いっていうのは観覧石っていう有色植物有色どうせれちゃったあの色がある 好物ね。あ、そう、有色好物だ。この声。色がついてる好物として有名なのが観覧席なの。一番ね、出てくるのが。だから、例えば、この中で、黒っぽい。こっちに行けば行くほど黒っぽくなります。で、こっちが白。だから、色で、もし問題が出されたとき、この表が書ければ、こっち黒っぽいのはどれですかって聞かれたら、玄武岩とか半霊岩になるわけ。白っぽいのはって聞かれたら、花崗岩とか龍門岩になるわけ。こう切ってね。これグループの代表だから。 で色がまず対応できるあとはその夕食鉱物色がついてるね夕食ね黒っぽいとこに入ってる石はどんな石ですかって言われたら観覧席なんだよ黒の代表として出てくるのがだからそういったものにも対応できるのでもしよかったら新幹線は刈り上げ黒缶をね覚えていただけると良いかと思います、まあ、もっといい覚え方ねありそうですけどもしあったらコメント欄で書いていただければ嬉しいですって感じかな あ本当はね岩と火山岩の区別ととかもねね話したいとこなんですよこう山の,、ね、あの中のどの辺でできたマグマかとかさ登竜所組織とか言いたくなるんですけど長くなりすぎるのでちょっとそこはねカットしますで次がちょっと赤が起きたからこっち青のが分かりやすいかな青でいきましょう仕事の問題ですね仕事と仕事率か今 150g の物体、まあ、想像して、まあ、150g、まあ、軽めねそれを一定の速さで 1.6m よいしょと持ち上げたわけですその時2秒かかったとよいしょがね で持ち上げた力がした仕事率を表したもの適切なものを選びなさいとまあこれはもう公式を覚えてるかどうかですでまずは仕事率を出すためには仕事を出さなきゃいけないでまず仕事の単位はジュールです覚えてないジュールで仕事の公式は単位だけで覚えるんだったらニュートン×メートルですニュートン×メートルでこのニュートンっていうのは力の大きさです でメートルはまあその距離ねだから単純にどのぐらいの、まあ、ニュートンはまあ大きさって言ってるけどこれは重さが大体問題で問われてるのでどのぐらい重たいものをどのぐらいの距離で動かしたのってだって重たいもののが大変じゃん動かすのだから重たい方が大変だしいっぱい動かす方が大変でしょだからそのいっぱい動かしたりとか重かったりすると仕事って大きくなるわけよ、まあ、その計算としてニュートン×メートルになりますで今回で言うと 重たさ今 150g って言ってるわけ 150g でまあ問題の注意書きでね今回も書いてくれてるんだけど 100g を1ンとします計算する時は 100g が1ンですだから 150g は今回は1 5ンになりますいいね計算する時はグラムで計算するんじゃなくて絶対ニュートンで計算するだから今回仕事に関しては 1.5× で 1.6m ね でででよよよく自分が単位でね公式覚えなよって言うんですよ距離とか言うんじゃなくて何でかっていうと物によってはわざとセンチメートルとか出す問題はあるの80センチメートルみたいなねでそれで80って計算させてミスを誘うみたいなメートルに直さなきゃいけないから80センチだったら0.8メートルに直さないと罰を食らうわけよでもあるからそういう問題たくさんだから単位で公式は覚えた方がミスは防げるニュートンかけるメートルねだからこれが仕事です今ジュール で計算してもいいんだけどちょっとこのままおかして使いたいからこれ仕事じゃあ仕事率何かっていうと仕事率ってどんな、まあ、仕事をする、まあ、能効率だからさその仕事を今か、まあ、ジュールね仕事をどのぐらいの時間でやってくれたのっていうでここも、まあ、単位で言うと S なんだけど、まあ、秒って書いたら分かりやすいかな秒分のジュール だから時間秒で出てきます。まあ、ここをね、わーっと分にする問題ってあんまり見ないけど、でもさ、その引っ掛け出ないこともないので、秒分のジュール。だからその今した仕事をね、どのぐらい早く、いっぱい秒がかかっちゃえばかかっちゃうほど仕事率は下がります。分母が大きくなるから。おい、仕事できねえなーってなるわけ。だから仕事早い方がいいわけよ。で、今、その当てはめると、ジュールはこれだったじゃん。仕事。1.5×1.6 でしょこれを、 2秒でやったと持ち上げるのだから2秒で単位合ってるからここに2が来るあとはこれ計算するだけですでなんでこのまましたかっていうとここでこうやって約分0.8ってやった方が 1.5×0.8 一発で終わるからでこれ筆算でやってもらうと1.2になります1.2ねだから答えとしては1.2ワットでも選択問題なので選択肢を選ぶと「あ」が正解となります まあ公式を覚えてれば対応できるよという問題でさっきのそうなんだけどまあ何だ結構度忘れしやすいとか、まあ、仕事は本当忘れやすいねうちの生徒もそうだったけどなんだっけって言われる、まあ、密度とかもそうだけど公式忘れやすいのはなんで是非押さえておいてくださいで最後はねプレートの問題、まあ、地震が起こる仕組みみたいなところなんですけど、えー、と地震ってプレートが絡んで起こっていますまあ日本はね地震大国なので地震がよく多い国ではあるんだけども えとプレートが海の、まあ、海洋プレートって海のプレートと大陸プレート陸のねプレートがあるんですで日本の近くでとざっくり説明すると黒の方がいいかあのすげえざっくりなんでちょっと許してそれはこうやってプレートが2つこう重なってるイメージを持ってくださいで下に潜り込んでるこうね下にフィーって来てる方が 海海の方の方洋プレートですこっち海洋プレートで左の乗ってる方が大陸の方、まあ、陸って書いておきましょうこういう状況になってます日本の近くでねで何が起こってるかっていうとこの海洋プレートが、まあ、下にこう下がっていくんですよ下がっていくイメージグイーっとでこれが下にこう下がっていく時にこいつが一緒に引きずられてどん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 こう引っ張られるんですよ 下にこう下がってる時に一緒にグイグイグイと押されていく感じ下に一緒にね引っ張れて引っかかってこう押されていく感じねでもそのうちいやいや無理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 ってなるわけこの陸がそうすると無理無理無理ってこうなった時にどうなるかって戻るんですだってもともとここにいたんだからこいつでゴム大陸プレートってゴムみたいに柔らかくないから別にそグニグニしてないからそのフィンって戻るなくてポーンって戻っちゃうそのポーンってねでこの戻った時に地震が起きます めちゃくちゃざっくり説明で申し訳ないけどイメージはこれ海洋プレートがこうなってるとなっててこうちょっと近づこうかなっててそこに大陸プレートが乗ってますとでこう下に行くにってこれが引っ張られて無理無理無理バーンみたいな戻ってる感じで地震が起きてるだから今回それを当てはめていくと、えー、日本付近のちょっと出そうかこの文章産業書いたやつね出しとくわ 日本付近のプレートの境界ではホニゃララのまあ陸か海よ選択肢はホニゃララのプレートがホニゃララのプレートの下に沈み込んでいくとだほ沈み込んでいくのは海の方だからまあ太平洋プレートなんだけどね日本はね海のプレートが陸のプレートの下に行くよね海のプレートが陸のプレートの下に沈み込んでいくわけよこうやって下にどんどん海がね 沈み込んでいくことで陸のプレートに歪みが生じるとひず、まあ、みその方動いていく感じこういう動いてるやつねイメージは歪みが生じるでこの時にホニゃラら,らのプレートの先端部その先っぽいよここ先端部ね先端部が引きずり込まれていく下にこれ引きずり込まれてい下にねどんどんうわ引っ張られてーってなっていく。 で、行ってこの歪みが少しずつ大きくなっていったどんどんね大きくなっていってこの歪みが限界に達するとほにゃらのプレートの先端部が急激に戻ろうとするとのした時に、えー、と大きな地震が発生する戻ってるのは陸の方だよねだから最後も陸ですつまり選択肢としては海「海陸陸」「海陸陸」だからイ「イ」が最後は「おっと」もう色がめちゃくちゃ <laughs> ごめん答え見たらわかるか <laughs> ごめんよこれが答えとなりますまあ全体今回ねいろんな都道府県のこうピックアップでえと持ってきた問題なんですが一応全部大門1位載ってた問題ですだからまあこれがね普通に大「大門2大門3」とかに入ってくることもあるんですけども割と忘れてる単元とかもあるかと思うのでもしね最初見た時に「あれなんだっけな」とか合ってたんだけど ちょっと怪しかったらみたいな問題があった場合はぜひね復習してもらって次出てきた時はねもう自信持って絶対これだってわかるぐらいにしてもらえたら嬉しいですではえ今回はね高校受験対策の趣シ,シリーズ第16弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました